はい、どうもみなさん、こんにちは。イずエッカです。それでは今回なんですけども、12月の PayPay ペペは、製品が40%、高告音ペイで50%還元キャンペーン、超 PayPay ペペ祭り、サンプル百貨店でも40%還元で、お得な購入方法もということで、今回は PayPay ペペのキャンペーン情報についてですね。この動画では12月からの新たなキャンペーンについて2つ、そして現在開催中のサンプル百貨店のキャンペーンを実際に使った解説動画もありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。 それでは、行ってみましょう。ということで、こちらですね、対象店舗で、顔商品を PayPay ペイペイで1回税込み1000円以上お会議なら、最大40%戻ってくるキャンペーンということですね。まあ、ちょっと米印でも書いてるんですけども、一部商品は除くということになっております。まあ、こちらのキャンペーンね、前回9月でも開催されてたんですけども、それの第2弾が発表されました。 で、開催される期間なんですけども、2020年の12月の1日火曜日から2020年の12月31日木曜日までとなっております。で、対象となるドラッグスターはこちらとなっております。まあ、よくね、見かけるお店であれば、僕自身であれば、ここからファインであったりとか、松本清志とか、で、ちょっと住んでる地域にはないんですけども、ベルシア薬局とか、 あと、山田電機とかベスト電機も対象という感じですね。先ほどの対象のドラッグスター以外にも対象チェーンということで、結構細かくね、このお店が対象ですよっていうのも載ってますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そして還元率なんですけども、タイトルの通りですね、すべての PayPay ユーザーが40%還元となります。で、支払い方法なんですけども、PayPay 残高、そしてヤフーカード、その他のクレジットカード、あと後払いでも40%付与されるということですね。 で、付与上限なんですけども、1回、そして期間中トータルで2000円相当までとなっております。なので、5000円利用することによって上限に到達するということですね。そしてちょっと細かいところなんですけども、そのまま公式ページから引っ張ってきました。 まずここですね、PayPay ペイペイボーナスは2021年2月下旬頃までの付与を予定しております。お支払い後の画面に本キャンペーンに伴う PayPay ペイペイボーナスの付表示はされません。付与額の詳細は付与後に別途お知らせいたしますということですので、まあ普段ね、PayPay ペイペイ使ってる方であればよくわかると思うんですけども、決済した瞬間にキャンペーンの対象のお店とかであれば、 ま、その付与される額っていうのが一瞬出てくると思うんですけども、それが今回はないということですね。なおかつ、付与されるね、時期もかなり先になるということですので、ま、忘れた頃に付与されるという感じですかね。そして、ここも大事ですね。対象店舗において、ペイペイ決済で1回のお支払いで顔の対象商品のお買い上げ金額が税込み1000円以上の場合が対象となるということですので、ま、それ以下の場合だと、このキャンペーンの対象にはならないので、とりあえず、税込み1000円以上っていうのを気をつけてください。 そして前回開催されてた9月のキャンペーンの PayPay ペイペイボーナスの付与に関しては11月の下旬頃までの付与を予定しておりますということですのでまあこの時に付与されたね PayPay ペイペイボーナスを使ってお買い物をするのもいいのかなというふうにも思いますまあちなみにね僕自身が9月全然ねこの顔のキャンペーンに参加してなかったというか使おう使おうと思って全然使い切れてなかったのでもし顔商品でこれは買っといた方がいいですよとか いいいうものがあればでですすねぜひコメント欄にいただけると嬉しいです続きまして次に航空音ペイのキャンペーンなんですけどもこちら12月の1日からスタートとなっております、まあ、予告ということなんですけども冬の航空音ペイ祭りコカ・コーラ社製品を購入すると50%戻ってくるキャンペーンということですね、まあ、特にちょっと細かいところは出てないんですけどもこのページの情報を見る限りまず与上限に関しては各社200円相当期間中1回どちらとも200円相当までとなっております で、キャンペーンの期間は12月の1日から12月の25日の金曜日までとなっております。なので、まあ、400円を利用することによって上限に到達するという感じですね。で、次に対象の決済サービスなんですけども、ペイペイが入ってるのプラスアルファで l i n e イや楽天ペイ D 払い、そしてメルペイが対象となっているんですけども、ちょっと気になったのはここなんですよね。他対象決済サービスは順次発表ということですので、 まあ、ここに載ってない有名なスマホ決済であれば、まあ、aupay とかファミペイあたりが入ってくるのかなというふうにも思ってます。まあ、aupay に関してはね、広告音ペイで使えるので、まあ、入ってくるだろうなというふうに予想してるんですけども、まあ、おそらくさらにそこにファミペイとかが加われば、まあ、さらにね、利用する幅も広がってくるんじゃないかなというふうにも思います。 以上が高コ校コペイのキャンペーンについてでした。そして先ほどのタイトルにもちょっとお伝えしたようにですね、まあ超ペイペイ祭りということで、現在まあ開催中のキャンペーンなんですけども、まあその時の動画でね、こちらのサンプル百貨店が40%戻ってくるキャンペーンについて少しお伝えしたかなと思います。 で、こちらが11月の9日から11月15日までなんですけども、この期間中に PayPay ペペで決済したら40%戻ってくるということで、今回僕もこちらに実践してみました。で、内容のおさらいなんですけども、1回の決済で1000円相当まで戻ってきて、 ま、期間中トータルで2000円相当ということなんですが、1回のお買い物で2500円分お買い物をしたら1000円相当。そして期間中5000円分のお買い物をしたら2000円相当ということですので、ま、ちょっとこれを踏まえた上でお買い物をしてみたいと思います。一応ですね、今回はオンライン決済になるので、ポイントサイトがこのサンプル百貨店にあるのかなと思って、一旦ちょっと調べてみました。で、いつも通りね、このドコトクというサイトを使ってみました。このサイト自体はね、 よく、も動画でお伝えしてるんですけども、どこのポイントサイトがその時点でお得か調べることができます。で、ここの項目の中で、そのままサンプル百貨店というふうに入力します。そうすると、ずらっと一覧が出てきまして、今この青枠で囲ってるところですね、ちょっとリーベイツっていうふうに英語で書いてるんですが、これ楽天リーベイツっていう楽天のサービスとなってます。これが11月の10日時点であれば、楽天リーベイツを経由してサンプル百貨店を使ったら1.5%戻ってくるということでしたので、 今回はこの楽天リーベーツを使ってみたいと思います。ちなみにこの楽天リーベーツ自体は楽天ポイントが貯まります。で、早速楽天リーベーツをね、ウェブで検索してそのまま引っ張ってきたんですけども、この楽天リーベーツの画面の中で、サンプル百貨店という風に検索をかけていただきます。で、検索をかけると、今出てるようなサンプル百貨店1.5%ポイントバックと出てきますので、ストアに進むというところをタップしてください。 そうすると、楽天リーベツからサンプル百貨店っていう風にね、方向が向いてると思うんですけども、このままね、画面を待ってたら、画面が自動的に切り替わります。そして、うまくね、サンプル百貨店の画面が開きました。で、僕自身サンプル百貨店はたまーに使うので、アカウント持ってるので、このままログインを行いたいと思います。まだアカウント持ってない方はね、無料登録から行ってください。で、うまくログインができましたら、ご覧のような画面が出てきまして、で、ちょっとどんな商品があるかはね、もうちょっと割愛したいと思います。 まあ、とにかくね、いろんな商品がまとめて購入すると、一つの単価が結構安くなるっていう商品が結構多かったりします。で、僕自身ちょっと買うものが決まってたので、このままキーワード探すという検索項目のところをタップして、まあ、ウィルキンソンの炭酸水が欲しかったので、このままウィルキンソンという風に入力をして、 うまく検索をすることができると、ジャランとこう出てきます。で、下の方に画面を下がって、ここにですね、僕が今回買う目的であった48本、アサヒ、ウィルキンソン、炭酸ピーチ、500ml ですね。これをちょっと購入してみたいと思います。そうすると、このウィルキンソン、炭酸ピーチの方ですね。これの 500ml の情報が出てきます。で、こちらの商品なんですけども、 500ml が48本入って、税込み送料込みで3390円となります。参考価格4925円から3390円なので、まあ、結構安くはなっていますね。で、1本あたりが実質70.7円ということになります。なので、まあ、炭酸水とか購入する方からすると結構お得なのかなというふうに思いますね。で、早速このままね、お試しするというところでタップして、そのまま画面を進みます。で、お申し込み画面が出てきまして、 問題なければ進んでいただいてで、進む際にですね、ポイント利用であったりとか、クーポン利用する画面というのが出てきます。ここは結構今回重要となってくるんですけども、どういったことかと言いますと、今僕がこのピンクでチェックを入れているこの招待クーポンというのがあります。このサンプル百貨店では、招待コードを使って、まだアカウント持ってない方に限るんですけども、新規で登録された方が、招待コードを使って登録したら500円分のクーポンというのをもらうことができます。いわゆる500円引きのクーポンですね。 一応僕の招待コードこちらなんですけども念のため下の概要欄に貼っておきます。で、この招待クーポン500円リきを使った状態で合計金額が出てきてるんですけども3390円が送料込み税込みで2890円となります。もうここまで来たらめちゃくちゃお得ですよね。 で、画面を進んでいただくと、支払い方法がずらっと出てきます。まあ、僕が初めて使った頃より、めちゃくちゃ支払い方法が増えてますね。特に、スマホ決済の D 払いとか、楽天ペイ、LINE ペイ、メルペイとかめちゃくちゃ増えてますね。で、この画面から少し下がっていただくと、今回利用する、いつでもどこでも PayPay でということで、この PayPay にチェックを入れて、次へに進めます。で、内容確認画面が出てくるので、ここで問題なければ、またここも進んでください。 で、早速ね、PayPay ペイペイでサンプル百貨店の決済してみたいと思いますので、2890円で間違いなければ支払いをタップします。そうすると、PayPay ペイペイっていう感じでなって、うまく決済がこれでできました。で、今回のサンプル百貨店に関しては、決済した瞬間にご覧のようにですね、ちょっと薄力がらくて申し訳ないんですけども、不要予定の残高の1000円相当っていうのがバッチリと出てますので、これでしっかりとね、還元されるっていうのがすぐにわかるかなと思います。これがサンプル百貨店で PayPay ペイペイを決済する一連の流れとなります。 で、もしですね、サンプル百貨店でお買い物する場合、この3が付く日っていうのが結構お得らしくて、ちょっと僕自身はちょっとトライしたことないんですけども、この3月付く日にサンプル百貨店でお買い物した場合、エントリー必須なんですけども、チョップルポイントっていうのがあるんですけども、それが3倍になる日ということですので、まあこの日をね、だってお買い物するのもいいんじゃないかなというふうにも思います。 で、先ほど行ったことのおさらいなんですけども、今回は楽天ディーベイツっていうのを経由して 1. 5、1.5%分の楽天ポイントの還元を受けることができまして、で、サンプル百貨店に行って、目的の商品を見つけて、そこで500円引きのクーポンを使うと。で、最後にペイペイ決済で40%還元を受けることができるので、もしね、サンプル百貨店でペイペイ決済されたい場合は、こういった方法であれば結構お得にできますので、参考にしていただければなと思います。 まあそんなこんなで今回は12月は顔の製品が40%還元、そして高校音ペイのお祭りが始まりますよということと、あとは今現在開催中のペイペイのお祭りサンプル百貨店の40%還元についてざっくりではありましたけどもお伝えさせていただきました。 ま、先ほどお伝えしたように、顔製品の40%還元の時、まあ、前回の時全然僕参加してなかったので、まあ、どの商品を買えばいいのか迷ってたっていうところあるんですけども、私はこれ押してますとか、この商品はあった方がいいですよとかあればね、ぜひコメント欄に書いていただければ嬉しいなというふうに思います。 一応先ほどお伝えしたね、ペイペイとサンプル百貨店の500円引きのクーポン、招待コード自体は下の概要欄にも貼ってますので、こちらも詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。